どうも皆さん、キミ F です。第27回3分芸コンテスト参加作品、狭間クイーンやっていきたいと思います。こちら、サイノロイドシリーズのワスカラさんが、制作された FPS でございまして、まあ、とりあえずチュートリアルから見ていきましょう。このカーソルがね、これなのがいいですね。で、こういう操作方法ですよという。で、魔力がどんどん減っていくから敵を倒して、回復するし続けなくちゃいけないというゲームですね。で、ストーリーを見ていきながらちょっと説明したいんですけど、この録画を、始める前に最初に落として試しに遊んでみて、で、普通の難易度でも私には難しかったと。で、一番簡単な難易度でやってみたら、まあ、普通にクリアはできたので、くじ出しメアリーさんが主人公ですね。で、じゃあ普通の難易度でやってみようかなと、頑張ってみようかなと思って、さっきツイキャスでやってたんですが、よっぽど練習しないとクリアが難しそうだということだったので、とりあえず、まあ、積みゲーが多いので積みゲーを消化したという意味では、この一番簡単の見習い地雷系ガール、でやったので、とりあえずクリアはしたということにしようと。で、これが普通の難易度で、これランページっていうのは多分レッドネックランページを意識しての名付けだと思うんですけど、これどころじゃなくて、まずこれがクリアで、ちょっとこれでやってみましょうか。まずね、一面がね、抜けられるときと抜けられないときがあるんですね。銃撃とこの近接攻撃があると。で、右側にいろいろちゃんとね、説明がね、出てるんですけど、敵とかの。細かくていいんですけどね、見てらんないんですよね。一応、弾は遠くまで間に合うかな。間に合った。で、ゲームをステージクリアしたら、なんか強化をもらえると。脱出の敵、これだったらこれかな。ここに出てくるのも何種類かある中のランダムで3種類選ばれてみたいなんですけど、とりあえずこれかな。回復量が上がるやつがあるんですけど、それがね、出てくれるとね、一気に楽になるんですが、それでも抜けられるのちょっとあれじゃあっていう感じなんですね。ゲームオーバーになると、メアリーちゃんがだんだん上がっていくと。はい、っていう感じだね。とりあえずこの動画としても、一旦これでクリアしたのを上げとこうかなという感じで今始めます。移動とするタイミングもね、ちゃんと考えないとね。ただこれだと本当にね、途中ちょっと危ないかなってところがあるぐらいかな。本当に普通にクリアできちゃうんでね。ブラッドの時もそうだったな。難易度、最初にカーソルが合ってたかなんかの難易度だと、じゃあこれだな。最初にカーソルがついてた難易度だと難しすぎたから、ちょっと下げようって、1個下げただけで一気に簡単になりすぎちゃって、どうするべかってなったんですよね。で、敵の耐久度とかは変わってないっぽいんですよね。本当にただ魔力の減り具合、まあ、ダメージ量ですかね、が違うだけ。このウサギちゃん近接一発で倒せるけど、クマさんよりも回復量が多いので美味しいですね。本当にね、あんまり気にしないでいいんですよね、この難易度だと。回復が欲しいんだが、これがいいか。これはただ、PT すぎて使いづらいんですよね。そこからこの豚さんが出てくるんですが、豚レッドか。豚レッドはね、タフなんですけど、で、回復量が多いのはありがたいんですが、豚レッドがいるこのステージは、豚レッド、その間に回復するしか、まあ、敵ですけど、あんまりいなかったりするんでね、それで抜けられてないんですよね、さっきの普通の難易度だと。
素で一発で倒せるやつでもないしな。弾増える、あー回復系が出ないな、これかな。じゃあとりあえずで、このステージがちょっとだけ迷路っぽくなってて、まあ覚えりゃいいんでしょうけど、普通に抜けられる自信がないんですね。多分焦ると思うからな。やべ、こことかがね、わかんないんだよね、こちら。ちょっと危なくなってるしね、ここでも。普通の難易度で、あーここが毎回分かんなくなる。普通の難易度でクリアできるのもだいぶ先の話かな。平日仕事が終わって帰ってきた時に、やばいかも。平日仕事が終わって帰ってきた時にでも練習できればいいんだが、抜けちゃえ。回復、あ回復量どうすっかな。次がボス戦だと思うんだが、もうとりあえずこれでいいか。でイベントシーンが挟まって、銀座に悪魔がいたのはなんかすごく女神転生っぽいですね。で、ボス戦が始まると、ボス戦になるとこの連射とあの弾がいっぱいあるのは生きてくるんですけどね。ボスが行った、あそこが。まあ、周りのクマさんが回復要因でとりあえず弾避けながらあいつを打てばいいということなんですけど、普通に勝てちゃうんだよな。なんでこの難易度だと私は楽にクリアできてしまうんだけど、1個上げただけで一気にクリアできなくなるからな。でちゃんと最後にカードが表示されるのいいですよね。で、Go to タイトルということで、はい、ということで狭間クイーンでした。で、面白かったんですけど、ちょっと最後にもう一回だけやってみるか。これまずこれがね、この難易度が全然クリアできてないからね、消化不良なんだよな。この積み、いくら積みゲーを崩すことを目的としているとしても、だからなるべくならクリアした方が、やり込むよりクリアを目指した方が私の状況的にはいいとしてもな。間に合う？間に合った。あーくそ。これかな。とにかく長生きをしたい。わあ、そんな感じです。とりあえずこの状態で、YouTube の方にも動画を上げますので、まあクリアしたいな、普通の難易度で。はい、でもすごく面白いゲームでした。はい、では、お付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。